決まってこうぜ。おはよう。今の君はどっちなのかな？本当と、トシコ。五条悟、呪術高専で一年を担当してる。呪術、伏黒。そうだ、先輩たちは拘束してるから無理に動かない方がいい。それにね、人の心配してる場合じゃないよ、虎杖悠仁。君の秘匿死刑が決定した。ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジでウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。そんなところに特級呪物入れるとか、ほんと上もバカだよね。でもまあ、それ取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。ユージ、最後に言っておくことがある。お前の両親のことだが、興味ねえし。お前の両親のことだが。だから興味ねえって。じいちゃんさ、死ぬ前にカッコつけようとすんのやめてくんない？男はな、カッコつけて死にてんだよ。空気読めクソマコが。つうか部活はどうしたよ。こんな消毒くせえところでサボってんじゃねえ。うるせえな。オカルト研究会は5時前に終わんの。俺だって暇じゃなきゃいちいち見舞いなんて来ねえ。ゆとりがよ。うん。お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。とにかく一人でも多く助けてやれ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。じいちゃん？はい、ナースステーションです。どうされました？虎杖さん？じいちゃん死にました。虎杖悠仁だな。誰？夢中なんすけど。呪術高専の伏黒だ。悪いがあまり時間がない。お前が持ってる呪物はとても危険なものだ。今すぐこっちに渡せ。呪物？この箱だ。持ってるだろ。ああ、はいはい、拾ったわ。俺は別にいいけどさ、おかけんの先輩らが気に入ってんだよね。危険ってどういうことよ？
日本国内の怪死者、行方不明者は年平均1万人を超える。そのほとんどが人間から流れ出た負の感情、呪いによる被害だ。呪い？お前が信じるかどうかはどうでもいい。それが事実だ。続けるぞ。特に学校や病院には膨大な怨念がたまりやすい。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。だから多くの学校などに魔除けとしての呪物を置いた。お前が持っているのもそれだ。より邪悪な呪物を置くことで他の呪いを寄せつけない激毒。魔除けとは名ばかりの悪臭だ。年月とともに封印が緩み、今や呪いを招き超えさせる餌に転じた。お前が持っているのは特級に分類される危険なものだ。人死にが出ないうちに渡せ。いやだから俺は別にいいんだけどさ、中身持ってねえよ。俺が持ってるのは箱だけ。俺空っぽだろ。俺が追ってきたのは箱にこびりついた磁力の残影。中身はどこだ。だから岡研の先輩が持ってるって。確か今晩学校であれのお札剥がすって。もしかしてヤバい？ヤバいなんてもんじゃない。そいつ お札ってそんな簡単に取れんの？呪力のない人間にはまず無理だ。普通はな。今回のは中のものが強すぎる。封印も年代もの、紙切れ同然だ。でもな、呪いなんていまいちピンとこねえや。呪いなんて、でもなんだ、学校から来るこのプレッシャーは。お前はここにいろ。待てよ、俺も行く。やばいんだろ。二月かそこらの付き合いだけど友達なんだ。ほっとけねえよ。ここにいろ。邪魔だ。さっさと片付けましょう。行くか。行くぞ。相手してやる。へっ。次行くぞ。よし。やるか。行くわよ。ほら。終わった終わった。感じじゃん。いい感じじゃん。
クナは全部。1年林道咲き、よろしく。まずは私らから1本取れ。話す。まずは私らから1本取れ。手名前を。頑張れ、私。今日も可愛かけられるわ。何か叶えたいことがあるなら、俺は。その名前を。俺の術式はサポート向きの結界術。戦闘。よかった。当たって。残業は嫌いなので手早く済ませましょう。私も間違いない。時代投資としてなすべきことをなすだけだ。少なは全部。